レブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アッコです、こんにちは、柿花忠です。ご機嫌いかがですか。どうしたんでしょうね。声がひっくり返りましたね。一応ね、今日はあの歩くつもりで、昨日の夜からスタンバイしてたんですけど、マネージャーともう8時半の時点で判断しよう、はい、マネージャーの家のところはもう土砂降りだったらしいんですけど、うちの方は割と晴れてきてたんで、はい、ちょっとなんかこう違うんです。洋服も全部変わっちゃったから、はい、それとはまた関係ないんですけど、ひっくり返りましたね。いつもと朝の過ごし方が違うことによってね、なんかルーティーンですからもう、はい、本当に。いや、わかります。確かに今日、これからお天気の情報をお伝えしますけれど、はいはい、各地で雨が続いてるんですね。大変なんですね、はい、降り続いてるんで、はい、土砂災害や川の増水など気をつけなきゃいけないんですか。大阪なんてほらお家が崩壊して その後雨で、はいはい、ワイドショーでやってましたね。やってましたね。すごいよ。でなんか昨日の夜かな、もし大雨が続くようなら、避難する時の長靴はダメ、スニーカーとかなんかいろいろやってたから、大変なことになってんな。そうなんです。ただ今現在に関して言うと、東京有楽町は雨降ってないので、降ってないですね。だからまあついお天気的にもね、はい、比較的涼しく感じるので、うん、まあ、歩きたくなった気持ちもわからないでもないんですけど、いやいやいや、ただまずこの現在のですね、はいはい、雨の状況について最新情報を日本気象協会とつないでお伝えします、はい、日本気象協会の小野里子さんです。小野さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。現在の雨の状況を教えてください。はい、この時間東海や関東の沿岸部を中心に、活発な雨雲まだ続いています、特に房総半島ですね、その辺りに活発な雨雲かかっておりまして、1時間に30ミリ近くの強い雨の降っているところもあります。でこれまでに神奈川県箱根町では10時までの24時間に543ミリの雨が降りまして、こちら統計開始以来7月としては最も多い雨量となっています。はい、この雨ですけれども、はい、まあ断続的に降り続いてますよね。そうですね。ね、ですから、まあ、雨のピーク自体は今現在少し峠は越えたという認識でいいですか。そうですね、はい、東海や関東の雨のピークは午前中いっぱいで、都心などはもう過ぎておりますが、午後は、今かかっているところも小康状態になりそうです。ただこの後変わりまして、九州から近畿の西日本を中心に午後は激しい雨や雷雨のところがありそうですので、今降っていないところも降る可能性がありますので注意が必要です。はい、小野さんおっしゃったように、この雨というのはもう断続的に降り続きましたから、はい、引き続きこれ土砂災害の危険度は高いということですよね。そうですね、かなり雨量が多くなっていますので、この後もさらに雨量が明日にかけても、一旦小康状態になっても明日にかけてもまた降る恐れがあります。で、川が増水したり道路が冠水しているところもありまして、明日にかけても土砂災害の危険さらに高まりますので、引き続き注意が必要です。はい、まあ、この後も崖だとか川の近くにお住まいの方は十分にお気をつけください。そして様子を見に行ったりとかね、そういったことも避けなければいけませんね。そうですね、急な斜面などには近づかないようにしていただきたいです。はい、関東地方に関して現在警報が出ているところをですね、まあ、いろんなところ出ていると思いますが、ざっくりと教えてもらってよろしいですか。はい、現在の土砂災害警戒情報が出ているところが、はい、神奈川県、そして千葉県を中心に出ています。はい、こちら警戒レベル4に相当しまして、避難が必要な危険な状況となっていますので、土砂災害厳重に警戒が必要です。はい、関東地方に関してですが、はい、この後のお天気はどのように推移していきますか。はい、午後は、雨は止むところが多くなりまして小康状態になりますが、はい、明日にかけて、明日はさらに再び広い範囲で雨が降りますので、はい、この後も、最新の情報をご確認ください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。日本気象協会の小野さんに大雨に関する最新情報を伺いました。まあ、今現在止んでる地域でも、はいはい、やっぱ十分に気をつけないと、もう相当こう土砂災害の危険が高まっている。今日の夜からま
また明日の朝にかけて、はい、また強く降るってことですか。はい、そうです。あ、最近ねやっぱり夜寝しなに窓に雨音、はい、やっぱりすごく聞こえるんで、あ、大変なんだなと思いますけど、なんかやっぱ朝になるとうちちょっとまた見づらいんですけど、あ、でも止むかなってのあるんですけど、昨日止むかと思ってお買い物行こうと思ったらもうだーざぶりだったから。そうなんです、はいはい、明日はもう降水確率午前中 70%、 午後から 60% ありますんで、これね私が言うの変ですけどね、先週もイミジクもね土曜日にね、あの明日の日曜日はもう朝から大雨の予報って各機も言ったし、はいはい、気象協会もそういう発表だったんですよ、先週の日曜日ね、はい、だから土曜日その話をしたんですけど、日曜日全く降りませんでした。そうでしたね。でも、うん、あ、覚えてる、やっぱり覚えてます、覚えてます。でも皆さんね、絶対これはね安心しちゃダメ、雨って言ってんだからなんだ当たんないっていうね、当たんないでよかったわって思わないと。そうですね、本当にたまにね、私なんかもゴルフ昔やってる時に雨でキャンセルした、降ってなくて、やれたじゃんとかっていうのはあるんだけど、ね、そうじゃなくてもう雨って言われて今やんどういう災害があるか分かんないから、そんな時はもう本当に雨に備えてやって、降らなかったらそれでよかったわっていう ね、 そうですね、なんかそういう風に思わないと、間違いもありますから、これは雲の流れとか自然ですからね。今まさにあこさんおっしゃった通り、うん、まあ、避難だとか交通に関する情報もここでちょっと補足しておきたいと思います、はい、内田アナウンサーお願いします。はい、お伝えします、はい、梅雨前線の影響で大雨が降った神奈川県平塚市では今日午前、金目川などで水位が上昇し、平塚市は最大の警戒レベル5にあたる緊急安全確保の避難情報を出し、警戒を強めています。市内の川の周辺にお住まいの方は、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。最大の警戒レベル5の緊急安全確保が発令されたのは平塚市が全国で初めてです。またこの時間、避難指示が出されている地域があります。千葉県内で避難指示が出ているのは鋸南町、市原市、多古町、匝瑳市、袖ケ浦市、成田市、旭市、銚子市、富津市、大網白里市、長良町、香取市、長南町、木更津市となっています。神奈川県では横浜市、平塚市、鎌倉市、二宮町、藤沢市、秦野市などに避難指示が発令されています。またこの時間、新たに鴨川市、千葉県鴨川市、大多喜町、御宿町に土砂災害警戒情報が発令されました。この時間、新たに千葉県鴨川市、大多喜町、御宿町、こちらの3つの地域に土砂災害警戒情報が発令されました。このほか千葉県、神奈川県を中心に土砂災害警戒情報が各地に発令されています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。おしまいに電車に関する情報をお伝えします。まずは JR 東海道新幹線は先ほど10時45分ごろ全線で運転を再開しました。 JR 東海道新幹線は先ほど10時45分ごろ全線で運転を再開しました。また JR 在来線の横須賀線も全線で運転を再開しました。こちらは10時22分ごろに運転を再開しています。ただダイヤが乱れ遅れが出ていますので、ご利用の際はご注意ください。このほか JR 東海道本線小田原熱海間、JR 久留里線全線、JR 相模線寒川から厚木、内房線君津から讃岐町駅までの間で運転を見合わせています。私鉄では小田急小田原線総武台前駅から小田原駅間、小田急江ノ島線大和から藤沢駅間、京急本線神奈川新町から浦賀駅間、京急逗子線、京急久里浜線で運転を見合わせています。ご利用の方はご注意ください。引き続き日本放送で大雨に関する情報をお伝えしていきます。以上、
報道からお伝えしました。はい、ありがとうございました。内田アナウンサーでした。やっぱり、千葉県神奈川県を中心にですね、はい、大雨警報、洪水警報出ております。ですから当然交通にも影響出てくると思いますので、はい、新しい情報が入り次第お伝えします。新幹線もね、さっきまで止まってたっていう。そうですね、東京に住んでると変な言い方ですけど、自分の周りになんかないと、なんかないとって変だけど、東京って大事だと思っ、大丈夫だと思っちゃうんだよね。はいはい、私だけかもしれないけど、やっぱり自分の身の回りで判断しがちです。ましてニュースなんかも東京中心にね、お天気の情報なんかも伝えてますからね。はい、だけどなんかテレビ見てうわ大変だと思いながら、その表出てみるとえとかっていう、やっぱりその土砂とかっていう感じがまず自分で、そういうところになんか神経がいないとわからないですからね。そうそうそう、はい、いないとね、で周りに田んぼもないし、でまず人がまた土曜日なんてあんまり見ないし、うちの周りはね、はいはい、だから本当にこれ油断禁物っていうか、そうですね、まあ、そういう意味では本当にラジオありがたいのは、お住まいの地域の情報をメールで送ってくださる方がいらっしゃって、はいはい、例えば横浜市のですね、これ戸塚区のラジオネーム浜野春彩花さんは、はい、神奈川県は昨日から断続的に雨が降り続き、はい、一部の川は危険水位まで迫っているところもあるので、はいはいはい、まあ、雨の中での仕事をしているので気をつけたいと思います。どうぞ皆さん気をつけてください。あ、自分でもお仕事なさってんのに気遣いしてくださって、ね、ありがとうございます。神奈川、はいはい、で千葉県は成田市のラジオネームやじろべえさんは KB の方、はいはい、今朝は夜半から大雨の音、パトカー救急車のサイレンの音、ああそうですか、はい、あとは地域の防災情報の放送、スマートフォンは災害情報の通知の音と、もう鳴りやまず目を3時頃に覚ましました。出勤のために駅に着くとすでに運転見合わせ遅延が発生していて、はい、まあ、遅れながらもなんとか職場にたどり着くことができました。はあ、地域によっては避難指示が発令されているところもあるので、はい、皆さん安全かつ早めの行動でお気をつけくださいと。本当ですね、もう そこの場所の緊急事態宣言出してもいいぐらいですよ ね。大阪からもいただいてます。大阪、はいはい、寝屋川市のなにわのタクドラさんです。タクドラさん、はいはい、私は大阪駅を出入りするタクシードライバーです。うん、昨日は大阪も雨模様でした。はいはい、東海北陸方面がかなり大雨だったようで、交通機関に影響があったようです。一人のお客様は東京行きの夜行の高速バスに乗るつもりが、高速道路が大雨による通行止めで運休となり、はい、やむなく大阪の自宅に帰られました。はいはい、0時過ぎに大阪駅のタクシー乗り場に行ってみましたら、うん、金沢からの特急列車が大雨の影響で遅延、はい、大阪駅発着は深夜0時過ぎのため、他の路線に乗り換えができなかったのか、はいはい、最終電車に間に合わなかったのかのお客様で、はい、タクシー乗り場はかなりの行列となっていました。あ、なるほど、はい、色々現地の様子をね伝えてもらってます、ね、タクシードライバーさん、略してタクドラ、ね、タクドラ、はい、はあ、何でも略すねタクドラ、タクドラ、はあ、一瞬タクドラってね、よく全然関係ないんですよ。この間ちょっとご飯を外食で、じゃあリッチに、まあ、東京で言うと大丸の地下のねデパ地下好きですから、でそこのお寿司屋さんの握りを買ってきてとかっつって、運転さんに仕事してる間買ってきてた。で他になんかトロとか美味しそうなのあったら刺身で買ってた。なかったんです。え、トロないのって。あ、トロの握りね、2貫ぐらいとか、まあ1人前5貫までだったら買ってきてた。トロがない、トロがないの、それ珍しいねって。いや、巻物って言ったトロにたくあん頼んだのはいっぱいあったんですけど、それちょっともう私そのね、トロタクって言うんですよ、トロとタクあん、はい、トロタク大好きなのにって言った。え、そうだったんですか。タクあんじゃあ合わないと思いましたって。いや、聞いてよって言いながら、まあ全然関係ないけど、そのなんていうの、タクドラ、タクドラでトロタクを思い出す。どないなってん、私の頭。よっぽど食べたかったんでしょうね、トロタクが。だし巻きですか。あれはバス待ちですか、あれはバス待ちですか、ウーバーの CM がよく流れるんでね、もうずっとユリアンがもう思い出しますよ、選手南光さんの。だし巻きですか、巻きですか、お家、家まで送りましょうか、いいです、
さんさん、はい、アッコさんがそうおっしゃってるのを聞いて、はい、あの CM を見るたびに、はい、もうだし巻きにしか聞こえませんってすいません、なんでかだし巻きに聞こえてたんですよ、はい、そうですね、すいません、いや今そのね、タクドラで本当にトロタクトロタク思い出すってなんじゃこれは、はい、いろいろね、はい、ありますけれどまあ、あのお天気の情報からいろんな聞き間違いから、はい、いろんな略語までお待ちしております。はい、はい、AKKO アッコアットマーク 1242.com ファックスは 0570-021242 までどうぞ。いずれにしても今日本当にお天気に十分お気をつけください、ね、本当ですね、はい、最新情報をお伝えしながら参ります、はい、それでは今日の1曲目はアッコさんのこちらの曲です、はい、幸せの力。